ギャリック・オールソン・ギャリック・オールソンは、アメリカ・ニューヨーク出身のピアニスト。ジュリアード音楽院で、サッシャ・ゴロドニツキと、ロジーナ・レビーに支持。晩年のクラウディオ・アラウにも支持した。1966年、18歳で、ブゾ造に国際ピアノコンクールに優勝。1968年、モントリオール国際コンクール、そして1970年に、 第8回ショパン国際ピアノコンクールで優勝。マズルカ賞も受賞した。バッハから高キロマン派に至る、正当的なレパートリーに加え、リストやラフマニノフ、スクリアービン、ブゾーニなど、超絶技巧を要する楽曲、ショスタコービチやベーベルンなどの20世紀作品も得意としている。身長195センチメートルの大柄な体格と、強靭な指を生かして、 豪快なフォルティッシモを轟かせるが、決して荒々しくならず、独特の柔らかみと温かみのある音色の持ち主。繊細で軽やかな弱音も特筆に値する。近年は、武蔵にコンクールや、ショパンコンクールで審査員も務めている。日本では、アメリカ人であることや、録音契約がマイナーレーベルであることなどが影響してか、 キャリアと実力の割に知名度が低いが、欧米では絶大な人気を誇る。1972年、1975年、1981年、1988年に来日公演。2012年に来日し、NHK 交響楽団とも共演した。2016年にも再来日し全国で公演し、評価を新たにした。レコード CD は、 ショパンコンクール優勝後に AEMI と契約し、ショパンを録音した後、米マイナーレーベルのアラベスクや、テラーク、A ハイペリオンと契約。独創曲から競争作品、室内楽、歌曲まで含めた、ショパンの全作品集やベートーベンのソナタ全集、ウェーバーのピアノ作品集、ブラームス、ブゾーニ、ドビュッシー、ムソルグスキー、スクリャービン、ラフマニノフ、 ファリア、シマノフスキ、ガーシュウィン、クリフィスなどを録音している。ショパン全集では、主にベーゼンドルファー製のピアノを使用。鍵盤のアクションが重く、一般的にはショパンに不向きとされてきた動機をあえて使い、奥行きと意味エアある表現を聞かせている。なお、アラベスクの CD は現在、日本では入手困難。ただし、ショパン録音はすべてハイペリオンから2008年に、 再発売されており、こちらは入手が比較的容易である。ありがとうございます。